ディオス、僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。世界の秩序、お前は間違ってる。この世界に変わらないものあるとするなら、なぜだディオス。それは理想だけでは何も変えられない。俺たちは騎士だ。
悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟である。彼らはその禁忌の術で天へと続く塔を建造してゆく。万物を恐れぬ諸行、その英知に神々は脅威を感じ、人類の傲慢を戒めるためにその手を下す。兄のニムルを封印し、世界を完全に分断した。残されたのは禁忌の術を伝承するわずかな人々と、遥か空高くそびえる塔の残骸だけ。我が祖国ラーストリス公国が滅亡し、早20年。死に伏せ、だが憤怒の茶。お前が何、このオルドリン砦から反乱を始める気か。そうはさせない。このガキ、よし、かかった。ディオス、ちゃ、呼んだら意味が、うん、エンビリア、同じくディオ。初陣で雷郷将軍ブラドをやれればこれ以上ない。滞在人ジークの貴様らの血を。ラーストリス三傑に数えられし、我が王族を皆殺し。待て、ディオス。決まっているだろうか。やめろ、無駄な血を抜く。バカだ、ラーストリス滅亡以来。あの邪剣はラーストリス三傑のジーク。
ディオス、この力は。さあ始めよう。ランタンの誇りにかけて。みんなに地出しはサプライ。あれが手加減はしないぞ。輝きが増したようだな。やった！